時間は9時を迎え始まりました亀井久志のカメラジオ、通称カメラジー。今日もここ FM 小田原の欅通りスタジオより 87.9MHz の電波にてお送りする60分間、パーソナリティは私、ライブハウス小田原シャレットで店長をしております亀井久志です。そして今週もゲストが遊びに来てくれました。今週のゲストはシンガーソングライター下舘夏樹さんです。こんばんは。よろしくお願いします。伊達志摩こと下舘夏樹です。よろしくお願いします。この声は、うん、あれなんですよね、今、はい、あのカメラジの番宣を担当していただいてる、はい、そうなんです。伊達志摩こと下舘夏樹です。よろしくお願いしま す, お願いします。ありがたいです。ここでは初めましてですけれども、はい、ちょっと縁あって、うん、あのカメラジの番宣って言って、まあ、番組の宣伝、うん、この FM モダルで流れる CM があるんですけど、うん、はい、いろんな方に声を取ってもらっている中で、うん、ちょっと伊達志摩さんぜひお願いしますと。本当に嬉しいです。いただきました。ありがとうございます。その伊達志摩さんがゲストで来てくれました。よろしくお願いします。はい、お願いします。いつものコーナーだけ行かせてください、はい、今日は誰の誕生日。誕生日はい、というわけで少し番組の紹介したいと思います、はい、このカメラジは音楽トーク番組ということでノンジャンルで選曲をしていきます、うん、フリートークな通称カメトークではゲストの下舘夏樹さんといろいろなお話をしていこうと思います、うん、はい、その中で、下舘夏樹さんの音源も流れます し, し好きな曲を、選曲してもらいましたので、はい、ぜひね、ライブ告知は番組の最後に行います。ぜひとも最後までお付き合いください。お願いします。それでは今週はこの曲から始めようと思います。もうなんか8月の20日ということもあって、うん、もう夏の終わりを感じているので一曲、うん、聴いてもらいましょう。真島正俊さんで夏が来て僕ら。はい、聴きました。真島正俊で夏が来て僕らでした。真島正俊さんという方がいらっしゃるんですけれども、はい、バンドザ・ブルーハーツでギターを弾いてた、うん、通称マーシーと言われる、これは真島正俊さん。あ、マーシーさんがマーシーです。マーシーも正俊さんなんだ。今はクロマニオンズというバンドでギター弾いてますけれども、うんうん、そのマーシーがそのブルーハーツに在籍時に出したファーストソロ名義のアルバムなんですよ。へえ、はい、夏の抜け殻っていう名盤があるんですけれども、うん、その中から1曲聴いてもらいましたね。あの素晴らしい。アンダルシアに憧れてっていう曲、多分マッチとかが有名だと思うんだけど、うんうんうん、その楽曲だ書いてるのもマーシーだったり、マーシー版のそうアンダルシアに憧れてもあったりで、すごくかっこいいんですけれども、そう、実はね、そのブルーハーツ、まあ、ハイローズ、クロマニオンズと、ね、うん、あのヒロトとマーシー2人やってるんですけれども、うん、ソロ名義のアルバムが実はファンの間ではその隠れた名盤といいますか、まあ、隠れてない名盤ですね、ファンからすると。ただ一般層は意外と知らないんで、ちょっとオンエアしてみました。おー、素敵でした。はい、というわけで今週ゲストはシンガーソングライター下舘夏樹さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、改めまして紹介まず僕からしてみたいと思うんですけれども、はい、東京を中心に活動されている、うん、女性シンガーソングライター、はい、でも女性シンガーソングライターっていうと、うん、結構あのその年齢のこととかさ、うんうん、あの意外と聞きづらいなと思いながらラジオやることが多いんですけれども、うん、そこへの NG が一切ないっていう。ないないない。 いや、むしろ、はいはい、私今33歳なんですけど、うん、33歳、はい、あのアラサー女子応援ソングとか歌っているので、まあ、この曲を作ったのは26ぐらいなんですが、はいはいはい、その時からこう、うん、アラサー女子に向けてすごく発信したいっていう気持ちがあって、もう自分がアラサーだぞってこともオフィシャルにしてますからね。そうなんです、うん、うん、全然あの日本人は年齢を気にしすぎてるぞっていう風なのをすごく思ってるタイプなんで。確かにね、うん、なんかうーん、アイドルとかだとね、あんま出さない傾向にあるのはなんかわかる気はしますけど、うん、ただまあ正直すげえファンだったらなんかある程度想像ついちゃうけどね、やっぱね、なんかあの20代前半と後半でやっぱわかるからね、なんとなくね。確かに確かに。だったら言ってもらった方がなんか一個リアルでいいのかなっていうのはありますけれども、うん、まあシンガーソングライターで、はい、出身は北海道。そうです。どちらでしたっけ。札幌です。札幌、札幌って都会ですよね、きっとね。はい、都会。まあでもみんなに、ね、はい、意外とじゃあ伊達志摩シティガールじゃんとか言われるんですけど、うんうんうん、その札幌は札幌でも車で、まあ、25分離れたところで、うん、あ、その、あの市内からってこと。そうです、札幌市内からね、はいはい、札駅からね、札幌駅、札幌駅そう なんだけど、はいはい、ま、札幌は都会だけど住宅街に住んでたから、あの全然そんな感じじゃないよっていうのは言いたい。あ、そうなんだ。割とのどかな感じのところなんですか。うんうん、そうです。俺行ったことないんだよな、北海道。それ
なので、カメラ人名物、アドリブ質問っていうのを自己紹介でやってもらってるんですけれども、うん、改めてバンド名、担当楽器、お名前、あと一つカメラ人名物、アドリブ質問っていうのを 毎回バンドの時やってるので、うん、ちょっと改めて自己紹介をしてもらいたいと思います、うん、なので、僕も合わせてやるんですけれども、うん、アドリブ質問に関しては北海道で行ってもらいたいところにしましょう、うんうん、北海道ここおすすめですよっていうのを教えてもらっていいですか、うん、で、2人でやっているんで、うん、僕からまずお手本の形で自己紹介していきます。はい、わかりました。じゃあその後に続いてもらえればって感じです、はい、じゃあ僕からいきますね、はい、メインパーソナリティです。バンドはザ・ダイジョブズというバンドでドラムを担当しております亀井久志です。よろしくお願いします。お願いします。僕が、北海道で、行ってもらいたいところはおこっぺ。おこっぺ、あんまピンときてない。え、なに？え、おこっぺって場所が多分あるの。え、なに？わかります。駅というか地名なんじゃない？あの桃鉄の一番新しいやつおこっぺあったよ。 右上の方なんか北海道の、バンドの先輩でザ・ローカルアートってバンドがいるんだけど、うん、そのメンバー2人がおこっぺ出身だっていうのを聞いて、そのおこっぺの情報知ってるんですけど、桃鉄でこの今回新しいやつでやってみたら、うん、すげえ右上の方で、うん、今期の桃鉄から北海道めちゃくちゃ広くなってるんだよ。多分すごく広いんだよね北海道って、ね、広い広い。そうだからすごい移動が大変で、うん、おこっぺ町っていうのがあったんですけど、うん、じゃあ僕はおこっぺにします。よろしくお願いします。お願いします。私も全然おこっぺが分かんなくて今北海道人なのかって思われそうですけど。じゃあ改めてじゃあ自己紹介お願いします。はい、伊達下こと下伊達夏樹、北海道札幌出身の情熱ポップロックサウンドで音楽を作っているシンガーソングライターでございます。よろしくお願いします。はい、アコーギの弾き語りを中心に活動しております。確かにね、プレイスタイルとしてはアコースティックギターを持って、そうです、弾き語りのスタイルでライブをされてますね。はい、そうなんです。はい、そんな私、札幌出身の私のおすすめ、うん、はい、北海道の北海道の、ね、おすすめはね、はい、たくさんあるんですけれども、はい、やっぱびっくりドンキーが北海道初なんです。そうなの？うん、知らない。知らないんですか？ラッキーピエロじゃなくて？ラッキーピエロも有名なんですけど、うん、びっくりドンキー？そう、びっくりドンキーのことをみんなビッグドンって呼んでるぐらい、馴染みの深い、そうなんです。でもビッグドンはなんかね言ってた気がするよ、こっちも。あ、こっちも、うん、なんか僕らの周りってビッグドン、うん、びっくりドンキーかな。あ、ほんと？びっくりドンキー、うん、うんうん、北海道なんだ。そう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 、知らなかった。そうだからなんか本場のビッグ丼味変わんないんじゃないかと思われそうだけど。変わんないでしょうよ多分それは。でも北海道で自信を持って、うん、本当歩いて数軒にビッグ丼があるみたいな感じで、結構ね、はい、すごく多いですよビッグ丼。美味しいよねビッグ丼、ね、いや美味しい、めちゃ安くて美味しい、うん、僕のやってるライブハウス小田原シャレート鴨宮駅にあるんですけれども、うん、まあちょっと歩いて行ける範囲じゃないんですが、鴨宮にビッグ丼あって、うん、やっぱたまに行くイメージありますよ。鴨宮にもあるんです、ね、はい、あります、はい、いやだからびっくりドンキのその日本ね進出、進出、はいはいはい、日本進出って、まあまあ、北海道だから日本の、あのさ爽やかってあるじゃない静岡の爽やかって知らない？爽やか、わ、わ、待って、分かった分かった、爽やか、うどん、違う、ハンバーグ。これだから今絶対伊達下ファンはずっこけてると思いますよ。うどんではない、爽やかは結構有名、やばい、はい、テレビとかでも出てるし、うん、静岡行ったらやっぱ爽やか行きたいよねっていう、まあ一応静岡県限定のハンバーグチェーン店があるんですよ、うん、へー、多分東京神奈川から一番近い御殿場の、うん、インターの近くのお店と、あとアウトレットにも入ってるんですけど、そこは多分土日300分待ちとかになるぐらいすごい混むの。ただすごすごそれがなんか静岡限定で全国チェーンになってないんですよ、でもビックリドンキーは全国にありますからね。そう、だから行ってほしい、みんなに行ってほしいね。行ってない人いたら行ってほしい、ビックリドンキーね、うん、よろしくお願いします。お願いします。1曲いきましょうか。はい、伊達下が音源を持ってきてもらいまして、はい、ね、このカメラ G というか FM 小田原で初オンエアになりますんで、はい、嬉しい、聞いてもらいましょう。はい、で曲紹介をお願いします。はい、下伊達夏樹でアーカイブルー。はい、聞きました、下伊達夏樹でアーカイブルーでした。はい、はい、カメラ G では初放送、うん、初オンエアなんて言ったんですけど、うん、これ番宣で使われてるやつ。そうですよね、確かに番宣でね、そうなんです、チラッと、はい、裏で流れてるのがこの曲、はい、アーカイブルーですけれども、この曲は一体どういう、はい、はい、この曲は、うん、ストーカーの一歩手前になってしまった女の子の歌です。ああ、女の子ですね、はい、危ない、ストーカー一歩手前になったファンだと思ったので、ね、ちょっと危なくなっちゃいますからね、ちょっとおっかない曲になっちゃうね、それでもまあまあそうか、ストーカー一歩手前の女の子の曲、うん、全然
あの怖い話ではなく、はい、好きな人ができた時にあのその人の名前を、うん、例えばフェイスブックの検索で検索して、はいはい、でその人のフェイスブックページ飛んで、はい、そのタイムラインを遡って、はい、そこに来てるコメント欄女だったらその女のページも行って全部見るみたいなことを辿ってっちゃう感じのね。そう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 、どういう関係性なのかって言ってそう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 やるじゃないですか。でいや、やらないことはないかないやこれがやっぱりちょっとやっぱ行き過ぎてるなって思う時あるんで私も。そうだね、そうだね、そう、うん、でもこれってストーカーの一歩手前かもなって思って、うん、そういうのを恋愛としてね、感情はハッピーなんだけど作った曲で気持ちはすごく分かりますよね。やっぱ知りたくなっちゃうんだもんね、うん、そう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 、うん、でつい SNS でさやっぱ公開になってれば見れるわけだし、うん、過去のまあアーカイブっていうんですか、うん、とかを見ることは許されてる行為ですから、うん、それはまあストーカーとは違いますもんね。そう、はい、一歩手前一歩手前僕ね、ツイッターで、うん、田原真知さんだったかな、あの俳句の人かな、うん、俳句短歌か短歌サラダ記念日の人だと思うんだけど、うんうんうん、が、ツイッター始めたあのアカウントあることを知った時に過去を見たかな、うん、すごく面白くてその投稿がっていうのはやった記憶ありますけど、うん、それも恋だったのかもしれないですね、もしかすると。確かに、いや、あのね、そういう衝動が、うんうんうん、その時は気づかないんだけど、うん、結局尊敬に変わって、あ、もしかして私これ好きかもっていうところに、はい、なんかで、ね、私最近ね、この尊敬はもしかして恋なのか、はい、いやでもそれは尊敬だみたいなね、葛藤がね、はいはいはい、たまにありましたもん。まあ好きという意味合いで広く取ればね、うん、変わりはないですからね、うん、まあ恋なのか尊敬なのかっていうのね、うん、分けることはできるかもわかんないですけれども、うん、はい。まあ、ここまでちょっといろいろとね聞いてきて、だいぶあの人となりといいますか分かってきた部分はあると思うんですけれども、はい、まあ、ちょっともっとね、掘り下げて聞いてみたいなと思いますけれども、うん、はい、勝手に伊達下って、うん、そのミュージシャンのイメージ以外の要素をすごく感じていて、うんうん、なんかいろいろとやられてますよね、きっとね。おなんだろうな、どういういろいろですか。いや、なんかタレントみたいなことやってたんですか。あ、やってました、やってました、はい、うん、今私はフリーランスで活動してるんですけど、はいはい、うん、去年の7月30日まで、うんうん、事務所に所属してまして、あ、そうなんだ。でそこまでが7年半、はい、バラエティに強い事務所に所属してたんですよ。へえ、そうなんだ、はい、でこの時に、はい、バラエティタレントっていう活動もしていて、まあそもそもシンガーソングライターっていうのはずっとなんですが、最初はシンガーソングライターなんですか。そうですそうです。北海道から出てきて、うん、出てきてからはシンガーソングライターで、まあ、ミュージシャン目指してというか。そうですそうです。やってたら、やってたら、うん、ま、もちろんね、その音楽事務所とか、はい、そう芸能事務所いろんなところオーディション受けてたんですけど、うん、私が出させてもらった、はい、ボンビーガールっていう日本テレビさんの番組があって、知ってる、うん、その番組出たの。で、そうなんですよ。そうなんだ。でその一発目がすごいね、反響が良くてそうなんだ。でその反響が良かったのを、うんうんうん、やっぱりこれをチャンスにしないとと思って、うん、その番組がこう1週間以内に見れるように、はいはい、とある事務所にね履歴書を送ったんですよね。これ私出ましたよと。そうそう、それ見てくださいっていうので、まあ、受かってで、うん、その事務所に所属っていうのがあったんですけど、はい、まあ、それを本当にきっかけがくれたのがボンビーガールで、はい、当時ロケに来てくださった DAIGO さん。 DAIGO さん、はい、どのバズーカーズ、ウィッシュ、ウィッシュの、そう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 、そうなんだ。 DAIGO さんがブレイカーズだっけやばくない、バズーカーズ、いやいや、ブレイカーズのねバズーカーズ、すいません、大体立ってましたね。 DAIGO さんのファンの方申し訳ないです。爽やかはうどんですからねだいぶちょっと勘違いがありますけど大丈夫大丈夫大丈夫よ、はい、カットしないですからね、これは収録でもカットはしないですからここは、はい、すいません、大吾さん、大吾さん、すいません、はい、そう、大吾さんが君は音楽から一発目行くよりバラエティから出た方が売れるんじゃないかって言ってくれたんですよ大吾先輩が言うならなんか信用できるね、なんかね、大吾先輩ってその売れ方じゃないですか。まあまあ音楽もやられてるけど、うん、バラエティでヒットしてってことだもんね。そうそう、確かに。 その一言がきっかけで、まあ、円満大賞の、ね、名前を出しますけど、うんうん、K' ステージが私の中ではバラエティの事務所ってパッと思いついて、K' ステージにいたの。そうなんですよ。あ、そうなんだ、あらあらあら。なので、うん、それでこうその一言をきっかけに事務所に書類を応募、オーディションに送らせてもらってっていうのがあって、はい、7年半、頑張りましたけど7年半お世話になったんです。へー、はい、そうだからなんかその僕知り合ったのってもうここ数年、うん、
だったので、うん、でなんかその僕のやっているバンドザ・大丈夫ズのボーカル松野くんと仲のいい女性という、うん、なんか親交がある感じの女性で、うん、まあライブハウスで会うことがあったので歌ってて、うん、あミュージシャンなんだな、うんうん、でもなんかそのただのミュージシャンじゃない感じがするっていうでほらもともとね大丈夫ズ松野くんもお笑いの人じゃないですか、うんうんはい、だからなんかやってたんだろうなっていうのは感じてました、うんうんうん、そうなんかねやっぱりコウスケさんも私初めてお会いした時とか、はい、もう絶対音楽だけじゃないなってやっぱ分かりますよ ね, ねそれね、まあまあ積み重ねたもんはね、うん、にじみちゃいますからね、うんうん、確かに私もバラエティの現場とかすごいやらせていただいたっていうのもあって、うんうん、MC がやっぱりこう他の人よりはライブの MC 得意なのかもしれないなとかはあるかもな、そのアーティストってあんまり歌良くても喋ったら全然喋れないとかあると思うけど、あ割とありますね、私は割と喋れてんだろうなって、あの人からの評価的に言うといや器用に喋る印象はどうしてもありますよ、あ嬉しいです、うん、すごくそれをなんか感じてたなと思っておりました、ありがとうございます。一曲挟みますね、はい、僕選曲で、夏らしい曲聴いてもらいましょう、はい、サブライムでサンテリア、はい、聞きました、サブライムでサンテリアでした、うん、なんか毎年流してる気がするんだよな、サブライムは。はい、というわけで今週はゲストにシンガーソングライター下舘夏希さんをお迎えして放送しています亀井写真のカメラジオ、通称カメラジ、はい、というわけでしてここから後半戦ですよ、はい、はい、あっという間だな、後半戦早いんだよね、うん、1時間番組でありますけれども、うん、先ほどちょっとね伊達下のなんていうんですか、うん、タレント活動みたいなこと聞いたんですけれども、うん、まあまあ今もそうですけどミュージシャンとして、はい、シンガーソングライターとして来ていただいてますけれども、はい、なんかどういう活動してましたこれまでというか、うん、シンガーソングライターとしてですか？そう、まあミュージシャンとしてというか、まあ、北海道から出てきたじゃないですか、うんうん、それはやっぱ音楽をやりに来たんですか？あ、そうです、本当はでも、うん、最初は私は洋楽の影響をものすごく受けていた、そうなんだよね、そうそう洋楽なんだよね、そうなんですよ、今週と来週と好きな曲1曲ずつ持ってきてくれてるんですけど、うん、めちゃくちゃ洋楽なんだよねなんかイメージ違ったんだよなちょっとそうそうそうだと思います、いやそもそも私って歌もダンスもやってて、はい、そのダンスボーカルグループでっていう、はい歌手になってるようなイメージが最初あったんです。ああそうなんだ、一番最初は。なんで誰的な、あのねクリスティナ・アギレラとかめちゃくちゃ海外なんだね普通にねそうでもまあスピードとかもすごく好きだけど、まあまあそうだね、スピードとかの感じよね、そう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 、はいはいはい、でもまあそこからやっぱブリトニー・スピアーズとかそういう、はいはい、ね、R&B とかのたどりの、うん、やっぱロックが落ち着くんですが、はい、あの最初はやっぱりその洋楽の影響を受けてたっていうこともあって、うんうん、はい、私はあのニューヨークに行きたいと思って、はい、へーそうなんだ、そう、うん、初期衝動がやっぱアメリカ人になりたいというのがすごくあったんで、あで、あの私はだから留学をしようって最初思ってたんですよ、はいはいはい、うん、でお金を貯めようって思って高校卒業してバイトして、うん、でもね1年間留学するのに最低160万はないと無理だなって、結構だね、そうなんです、うん、で札幌のね賃金が850円とかだったんですね、はい、1時間ね、私も今33歳だから、うん、そうかそんぐらいか、そう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 、それでねあの全然たまんねえなってなってそう、ね、で東京のオーディションを受けた時に、はい、東京のオーディションがきっかけで、うん、あの受かって上京するっていう風になって、そうなんだ、そう、まあだからニューヨークはちょっと一旦置いといて一回東京行こうっていう、まあ、一旦日本でね、そうっていうのが始まり、え、オーディションじゃ何のオーディションなの、そのオーディションね今考えたら、はい、あのただお金取りたかっただけのレッスンのさあるじゃないですか、いやあるんだよ、あんまねそのラジオでは言いづらいけ ど, 言いづらいけどちょっとねあるんだよな、うん、そう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 、まあでもちょっと私、まあ、当時から思いましたよ、はい、これってちょっとなんかそういうなのかなと思いつつも、うん、まあそこまでぶっ飛んだ、ね、値段じゃないの、あの、はい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 、毎月3万円とかで、うん、レッスン受けて、そう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 、良くなったらデビューさせるよっていう、そうそうそう、いやもちろんだって良くなったら多分しかるべきところからデビューすることはできると思うから、うん、まあそのレッスン料、うん、かかんないとこもあるんだけどね、そうなの、ね、かかるとこもあるんだね、そうだから基本的にはさほらかかんないところがはい、はい、まともって言ったら言い方失礼だけど、かかるっていうのはそのビジネスだからって思う、まあ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 そうね、まあでもそれをちょっと分かりつつも当時、はいはい、でももうきっかけだから出ちゃおうみたいな、あでもいいね思い切りがあってね、 それで、うんうん、最初はそのよく分からん事務所に1年入ってはい、はい、もうそこから私でも思うんです、うん、やっぱりこんなとこに行っちゃダメだ、あの違うと大手に入らなきゃダメだってそのままもう気づいたんだね、二十歳ぐらいで気づいたんだね、そう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 、それでもうそこから一回フリーランスになってる時に、はいはい、またね、自分自
から、うん、こうライブに出させてほしいとか、はいはい、あのいろいろ周りの人の力を借りて、うんうん、こう最初は地道な活動なんですけれども、はい、まあ、そこからねその私が、うん、あのマジシャンと付き合ってたっていう話をちょっと今いきなり始めますけど、急にマジシャンと付き合ってたの、その二十歳ぐらいの時、ね、そうですね、3年半付き合ってたんで、まあ、結構付き合ってたね。そうなんです、うん、そのマジシャンと付き合ってた時に、あ、結構はしゃりますけど、はいはいはい、あのそいつにお前なんて絶対売れねえよとか言われた一言がきっかけでムカつきまくって、あの絶対売れてやると思って、逆にね、もうそう、うん、で出れる番組ないかなって、とりあえずテレビに出たいと思って、ですごいリサーチ会社とか調べて、めちゃめちゃ調べて、はい、一番最初に出演した番組があって、はい、その番組をきっかけにあのどん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 いろんな番組に出演できるようになっていくんですけど、あのそれ事務所入ってたの？最初入ってないです。まだ入ってないんだ。フリーで出られる番組ないかなと、はい、素人なりに。そうです、そうです。で出た番組、最初に出た番組どういう感じの番組？お金がなくても幸せライフ頑張れプアーズっていうテレビ東京さんの番組があったんですけど、はい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 、素人さんが出るやつだね。そう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 。でもそこで1ヶ月密着していただいて、はい、あの私とあとママをサプライズでね、なんかね東京呼んで私の頑張りを見て感動的な、なんかで、はいはい、私もすごく泣いたんですけど、そうなんだ。 その V からそこのディレクターさんがそのボンビーガールを教えてくださって、ボンビーガールに出演するっていう流れにねこう行くんですが、やっぱそのやっぱ流れもね、あのみんなのおかげなんですけれども、あの跳ねたっていう回もあったから、それがなかったらもう事務所に所属っていうのもあのどうだったかなっていうのもあるんで、やっぱその都度その都度のねおかげさまでね、そうだね、きっかけはつながってってる感じですよね。なのであのやっぱり地道な活動がそれまでは多いんです。あの本当ライブハウスに出て、その日はもうギター弾き語りだったんですか？一番最初はオケで歌って踊ってとか、オケシンガーだね。そう、うんうんうん、1、2年ぐらいはそれでしたね。ギターはいつから？ギターは23歳でちゃんと始めた。じゃあ彼氏がマジシャンの時だ。彼氏がマジシャンの時だそう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 。うんうんうん、でもほら18歳で一回半年やって F でちゃんと挫折してるっていうのはあるんですけど、はいはい、ギター一応触ったんだ。そう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 、トライしたんだけど、はい、C はいけたけど F はダメだったっていうね、あるよね。そう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 、うん、そういうねあの過去がありますね。はい、うんうん、からじゃあ23ぐらいでギターを始めて、うん、はい、まあまあそのすごくはしょるけど今のスタイルが確立されてるわけですね、うん、そうです。なるほどね、うん、で一曲いこうとしてるんですけど、うん、選曲がこれなんですよそうすげえとこ持ってきたなと思いながら、あのね絶対これみんなこんなダークなの持ってこないだろうと思うんですよあのでも私が一番大好きなアーティストであって、私のこの中学生時代を全て捧げたぐらいの音楽、はい、いやなんでしょう。じゃあ一旦聴いてもらいましょうよ、うん、曲紹介お願いします、はい、エヴァネッセンスで Bring Me To Life。 はい、聞いていただいてますけれど全然、はい、エヴァネッセンスは悪くない。そう、うん、めちゃめちゃかっこいい。ただ伊達志摩が中学生だっけ、うん、15歳の時だな、時に、CD 買って、うん、いや本当に、はいはい、本当にジャケット買いを最初してジャケ買いね、通称ね、うん、はい、あのこのジャケットって、うん、このボーカルのエイミー・リーの顔がバンって白、はい、青白い感じで映って照明も青白いんだけど、うんうんうん、その周りにこう 青と黒のなんだろうな、こう、ま、マガマガしいなんか、そうそうマガマガしい、ね、そうダークなやつがあってなんだろうみたいな、最初はそういうので買って家帰ってなぜそれを買ったかも謎だし、で家帰って、うん、ね、聞いてみたわけだ。そう聞いたらもう衝撃ですよ。もうなんか自分の中ズーンみたい な, なんか雷みたいなのがボコボコって走って鳥肌立って、はいはいはい、私はもうそこからこのまずねこのアルバム2枚買ってますからね好きで好きで2枚買ってんだ。しかも保存用とかじゃなくてどっちも開けてるんだけど両方聞くんだ。そういやなんかねすっごい、もうこのエイミー・リーのまず声が、この声がやばい。確かにね、うん、これあの自分のさあのライブの日のさ、うん、あのセッティングの BGM とかにしないよめちゃくちゃいいじゃんこんな流したらなんだこいつってなるよ。なんかでもさ、うん、今やってるのポップだからね、そうだね、全然違うもんね、うん、そうなんです。でも最初は結構本当にこういうダークな歌とダークなジャンルでやりたかったな、うんうんうん、でも自分にはキャラもそうだけど声質的にもやっぱり合わないから、はい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 、確かにね、うん、そうあるよね、その自分に向いてる向いてないみたいな、ね、そうそうそう、うん、だからポップロックをやってるんだけど、はい、
最初はねなんかちょっとやっぱり真っ黒の洋服着てライブ出てたりしましたよ、びっくりするぐらいピンクだけどね今日もねあのこの FM 小田原ってちょっと小田原駅から離れてるからだいたいゲストを迎えに行くことあるんだけどもう一目で分かったもん、うわ私もいるわと思って引くほどピンクなのに一人だけなんか蛍光ピンクです今みたいな色をね着てるからと、はい、ねやっぱエヴァネッセンスを聞くとは思えないような感じですが、ですよ、ね、確実に影響を与えてるんだね、うん、そうだよな、好きな曲2曲だけ持ってこいのうちの1曲これだからねエヴァネッセンスのファーストから選ぶっていうのはなかなか本当好きなんだろうなっていうのはすごい伝わりました、そうです、はい、ありがとうございますありがとうございます、というわけで、ね、もうラストの、ね、フリートークコーナーになるんですけれども、うん、夏の話をしていきたいなっていう、うん、はい、夏好きですか、大好きです、あ好きなんだ、好きそう、うん、なんか、うん、好きであってほしい、うん、はい、夏生まれの下館夏期だ、そっか、そ夏入ってるもんね、そもそもね、そっか、北海道より暑いんでしょ、こっちはやっぱ、いやなんですけど、やっぱ温暖化の影響で東京より札幌の方が31度いっちゃったよとかいう日もあるんですよ、なんかあるね最近、うん、今年もあったよねきっとね、うん、ありますあります、ちょっとねおかしくなっちゃってますね、はい、いやそうですよね、はい、カメラジオはあの収録番組なので、うん、正直あの約一月前ぐらい撮っちゃってるんです今、うん、だから現在で言うとまだオリンピック始まってないし、うん、でも今日の日付で言うとオリンピック終わってパラリンピック始まるぞみたいなタイミングなんでしょ、うん、だから実際の今日の気温とかが分かんないぐらい異常気象だよね、うんうん、異常ですね、うん、もうずっと異常ですよ、雨とかもすごいしね、いや本当にと思いながら過ごしてますけども、今年の夏は何をします、しました、いやあのね私、うん、今年の夏こそはと思ってることがあって、恋をね恋を成熟させたいですよね、いやあのね、うん、女性シンガーソングライターの、 その恋愛はやっぱ聞きづらいですよ、うん、ラジオからするとでも、うん、伊達下さんは、うん、何年彼氏いないんですか、8年8年いないですね、はい、なので、うん、恋を成就させたい、そうそう、そうだね、うん、いやでもなかなかこう今ね私はあの来年の目標がありましてね、はい、来年1月26日水曜日に渋谷クラブクワトロというね、はい、箱を挑戦はまあするんですね、広い400人ぐらい入るライブハウスを抑えて一人でワンマンライブをする、うん、そのプロモーションで来てますから今日はね、言ってしまったらありがたいです、いや本当にありがたいです、今初めて言ったこれ後半40分経ってそう でもね、ちょっとね、うんうんうん、これがあるから私は今恋愛をしたいが、でもそこにどれだけ時間かけれるかっていう葛藤はあります、そうなんだよね、だってほら、うん、俺いろいろ話聞いてるからさ、知ってるし多分ラジオで言ってると思うけどさ、うん、まあ、このワンマン1月26日のワンマンライブに向けて、うん、一旦仕事をしてないでしょ、うん、そうです、その一回やめてたというか、うんうん、でお金を用立てたでしょ、そうそうそう、そのワンマンへ向けて、うん、160万借金してますそうなんだよね、そう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 、うん、全てそこにかけるためにというか、そうなのね、なので、うん、マジでコロナ禍もそうですけど、はいはい、なんか本当に恋愛なんかいいなって思うの側だけしかいいなと思ってないから、うんうん、すぐそのいいなも飽きちゃってるし、はいはいはい、なんか恋への発展がまずお誘いとかもやっぱできないわけじゃないだろうけど、うん、なかなか私も忙しいのもあるし、まあまあ、あとコロナもあるから飲み行くとかはね、うん、あんまりだったりもするし、そうなんですよ、ただまあワンマンに向けてね、うん、全勢力向けたいところね、やっぱ彼氏いたらデートとかね、うん、そう、彼氏はいらないんですよ、だから彼氏じゃないんだ、うん、恋を成就させたいんだ、そうそうそう、なんかそのそうなの、恋をとりあえずして、うん、なんか私のこと好きかもなみたいなぐらいは欲しいですけど、なんか付き合うまではいかなくていいんですよ、ただなるほどね、ちょっと年内に1回は デートしたい、デートしたいそのワンマン向けてね、向けてね、うん、そのワンマン後に告白して OK 出るぐらいの関係性でいたいね、うん、あ、そう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 、なるとさ結構ほらモチベーションも上がるじゃない、上がります上がりますね、うん、なんか最近 LINE の返信が早いなみたいなさ、うんうんうん、そういうのって、うん、嬉しい、いいじゃん、うん、じゃあ夏から恋始めよう、うん、なんかいや本当にそう毎年思ってんですよここ8年ここ8年毎年思ってるけど、そう毎年彼氏は別にいるんだけど恋はちょっと進めたいっていう、でも本当にいつも片思いも1ヶ月以内でなんかこう終わってしまってる部分が多いんで、うん、なんだかねちょっと長めの片思いでもいいんでね、はい、うん、欲してますよ、でもその片思いがね長めに半年間続いた、うん、冬ぐらいにちょっと今度ご飯でも行きませんかって言われてね、ドキッ 1日ぐらいいいかなと、うんうんうん、ご飯食べ行って、うん、でそのじゃあね再来月のワンマンに向けて頑張ろうみたいなのもいいよね、いいですね、じゃあ今年の夏は恋、うん、
濃いです濃い。あ、いいじゃないですか。うん、キュン、いいね。うん、で僕一個いいですか、今年の夏、うん、あのちょっと夏というか9月なんですけど、うん、あのねディズニー行くんですよ。おー、めちゃめちゃいいですね。はい、奥さんがいるんですけど、うんうん、奥さんがちょっとあのなんか大会のなんか商品でもらってきて、あのペアチケットみたいなやつをディズニーの、めっちゃ嬉しい。でも今ほら人数制限とかあるじゃない。あ、そっか。だからなんか抽選になってるんだけど、うん、それが当たって、9月に行けることになったの。え、人数制限ってことは乗り物も結構スムーズですか、うん、だと思うよ多分。いや、すごい。平日の人数制限下で行けるから、うん、まあその状況変わってなきゃだと思うんだけど、うんうんうん、緊急事態宣言が強く出るとかなければ多分行けると思うんだけど、うん、何年ぶりだろうぐらいな感じの。いやー、ちょっとそれは楽しみ、うん、なのでそれは楽しみにしたいと思います。いやー、いいですね、はい、写真とかツイッターなりアップしますか。うわ、どうだろう、した方がいいかな。してくださいよ、ここで喋ってんだろうね。あ、でも奥さんと2人で、うん、全然あの俺は隠してはないし、うんうん、まあ、たまに出てくるからいいんだけど、うん、なんか大丈夫かなと思って。大丈夫ですよこんな大きいおじさんがさ。なんか大丈夫ですよ、うん、そんなんだってあのディズニーランドに行ってる写真を見て、はいはい、ハッピーじゃないですか、こっちも。あ、確かにね、や、うん、嫌なあれはしないか。うん、そう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 。じゃああげようかな。ハッピーハッピー、そんなの。じゃああげられるようにしますね、うん、ぜひお願いします。はい、行きましょうか、一曲、はい、もう一曲、伊達下の曲から聴いてもらいましょう、はい、曲紹介お願いします。はい、下舘夏樹で201。あいかぎ、はい、聴いていきました。下舘夏樹で201でした。はい、はい、ありがとうございます。こちらもちょっと実話に基づいた、はい、切ない歌詞になっております。そうですね、これはあのライブで僕何度か聴いてるというか、ライブでやってるんだなと思ったけど、うん、まあそういうこともあるんだなって、なんかちょっと何とも言えない気持ちになってしまいました。でもね、シンガーソングライターってやっぱり全てが歌になる、はいはい、うん、まあ、歌できますからね、うん、一番やっぱあのリアルですから、うん、なんか、うん、共感持てるって言ったら変ですけど、うん、うん、僕はあのほら男性側なの で、うん、でまあ男性の低いでもあるもんね、その帰ったら彼女がとかね、違う男連れてたみたいなこともあるかもわかんないね。なんかそれをほらどういう風にそのあった出来事をマイナスにしないか、ポジティブにするかって言ったら、私は曲にしちゃえばあってよかったなって思えるっていう、良くないんだけどね、良くないんだけど、もう一つ消化はできるかもしれないね、自分の中でね。そう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 、はい、ライブボクシー行きましょうか。はい、ありがとうございます、はい、伊達下さんからお願いします。はい、たくさんあるんですが、はいはい、まあ、あの近いのをお一つ伝えさせてください。うんうん、はい、8月22日、はい、東京神田ザ・障子丸にて、うん、この日グワラゴ若金さんの企画なんですよ。カラス売りの、そうです、秋山カラス売りさんに、ナイスボーカルの、そうです、はい、お誘いしていただいたんですが、あさって、そうですそうです、うん、あさって、うん、ねオープンがね6時で、うん、6時半スタートで、私オープニングアクトでね、この日呼んでいただいてるんですよ。はいはい、6時半からだ。そうなんです、はいはい、でゼーゼーハーハーさんとこのツーマンの企画なんですけど、だからその時間で行けるのか。そう、多分時短の枠の中だよね、きっとね。そうですそうです、うん、大きく変わってなければ、うん、今以上一月前だから、うん、もしかすると22日にもやるよね、きっと緊急事態宣言ね、そこまではね、うん、絶対大体もやると思うんだけど、最終日だね。そうそうそう、じゃあお酒もないわけだねこの日は。そう、多分ないだろうだろうよね、きっとね。でもね、神田座障子丸は結構、うんうん、もうわからないですけど、はい、結構はいあんま言えないですけど、そういう、はい、そうです、はい、ね、オープンな感じにしてくれるかもしれない、はい、822によかったら遊びに来てください。はい、お願いします、お願いします、はい、そして一番重要です、はい、2022年1月26日、はい、水曜日、うん、はい、この日渋谷クラブクワトロにて弾き語りワンマンを開催します。行きます、僕は。ありがとうございます。いや、もう行きますよ、本当に嬉しいです。な、多分僕の周りにもたくさん行く人はいるとは思うんですけれども、嬉しいです。正直その伊達下さん一人で400人はね、格上挑戦ですね、これね。これがね、一人で500人なんですよ。あ、500なの。そう、あのねクワトロで700人キャパで、そうかそうか、700なんだっけ、あそこ。そうです、で500キャパでできるんだ。 500で目標なんですよ、私は。やばなので、一人でっていうのは、でもこれを私のホームである下北沢ろくでもない夜の原口さんに、はいはい、うん、お前は一人でやってると思っちゃいけないよって言われました。確かにね、私も一人でやってると思っちゃってたんです。なるほど。でも一人なんかじゃないって言われた時に、私はまあ胸がキュッとなって、うん、いやそうだよなって。そうよね、うん、いや多分だからいざとなった時に頼ったらいいんだと思う、いろんな人に。でも俺とかもちょっとそのなんか一月前ぐらいとかにさ、うん、ちょっと来月改めてやるんで、なんか誰かと
連れてきてくださいとか言われたら探すもんだって何人か。せめてせめて、うん、って思います。ありがとうございます。はい、1月26日、はい、何曜日だっけ。1月26日水曜日です。水曜日平日ではありますけれども、渋谷のクワトロ、はい、クラブクワトロ700人キャパのところを500人でやる予定でいるので、はい、ぜひともお願いします。お願いします、はい、なんか SNS とかチェックするには何が一番いいですか。 SNS は、うん、ツイッターが一番やってるんですけど、はい、あの伊達島って検索するだけでも出るのでぜひと思ってます。カタカナで伊達島、はい、はい、あとね、もう一個お伝えしなくちゃいけないのが、はい、あの CD1500 枚完売チャレンジというのも今やってるね。そうなんですよ、やってるよね。先長いやつだよね結構ね。あのね、これ本当はね、うんうんうん、あの緊急事態宣言とか全く想定してなかったんで。そうなんだよね。毎日のように路上ライブをやれば、うん、あの1500枚1日5、6枚羽ばたけば叶うと思ってたんですけど、ツアーとかもやるってあったもんね。だってね、そうなんですよ、うん、でも蓋を開けてみたらあのまともな日が15日ぐらいしかない。外で歌ってる場合じゃないからね今ね。いやそうなんだよな。そう、あのね、まともな日って言ってもね、全部マンボウ、はい、まん延防止等重点措置とかなので、はい、本当になかなかこの CD チャレンジが難しいんですけど、うん、はい、あの1年っていう猶予の中だったんですけど、はい、この緊急事態宣言分はもう延長しようと思ってます。わかりました。そうなので、うん、ぜひ皆さん CD もお願いします。買ってください。よろしくお願いします。というわけでラスト1曲挟むタイミングになりました。はい、僕が最後の選曲ですね、はい、あの注目のアーティスト、お聞いてもらいましょう。チャブートで加工してるよ。はい、聞いていただきます、はい、チャブート8月の11日、うん、ファーストフルアルバム野蛮、うん、11曲収録というわけでニューオールダーリレコーズからリリースされます、はい、されましたんですね。はい、なんかアーティスト名もそうだけど加工してるよっていうタイトルも気になるタイトルで、はい、今ちょっと喋っちゃってたから聞いてなかったけどすごく面白い歌詞なんで、うん、いやそうそうそう、ぜひともチェックしてみてください。はい、はい、それでは今週お送りした、もう最後なんですよこれ、最後、もうあと1分ないから急ぎ足で終わります。はい、今週お送りしたメンバーは私ライブハウス小田原シャレットと、ゲストにはシンガーソングライター下舘夏樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひね、来年の1月26日、はい、渋谷クワトロ遊びに行ってみてください、うん、よろしくお願いします。最後の挨拶、あのカメラジアディオスアミーゴで締めてますんで、僕アディオス言ったらアミーゴと受けてください、はい、それじゃあ来週金曜夜9時にお送りします。ぜひとも聞いてください。じゃあまた来週、アディオスアミーゴー。